でこちら、ここから自民の深掘りをしたいと思います、自民党深掘り、岸田首相が安倍氏と会食と、これ、1月11日、このようなことがありましたよね、入りマい,いや通常国会への対応、夏の参院選などの今後の政権運営をめぐり、意見交換したと見られるというように、ここで報じられているんですがで、他にもどんどん会合をされたんですよね。岸田首相が高市政会会長と会合 政権発足後初、会見話題にというような記事も出てきております。両氏の解釈は、岸田政権発足後初めて、古谷政調会長代行と、木原政調会長、政調副会長も同席したというふうに言われております。解釈後、古谷氏は記者団に、政調会長、政調会として今後の取り組みについて率直な意見交換をした。総理の思いがよく伝わ分かった。我々もフォローしたいと語った。出席者によると、17日招集の通常国会や、 憲法改正などが話題になったという古谷氏は党の憲法改正実現本部長も務めるというふうに言われていますねで。他にもこちら、岸田首相、甘利氏と会食、新しい入り甘い対応など国会のリスク協議というふうに、えー、言われていますね。甘利前幹事長とも会合されたというふうに言われております。甘利氏や、甘利氏などはこれまで首相が重要課題に掲げた経済安全保障をめぐる党内 論議を主導してきた。岸田首相は半導体などの供給網強化などを柱とする経済安全保障推進法案を通常国会に提出する方針で、解釈では同法案についても意見交換したとみられるというように言われていますね。何かちょっといろんな動きが出てきていますね。で、こちらですね。昨夜の N スペ、長田町権力の攻防はあれほどの旋風の主。 高市早苗氏を完全無視。また、河野太郎氏失速の要因。日本端子問題に一言も触れず、石破茂氏と組んだのが敗因としたのには驚いた。さすが、総裁選途中まで高市を放末扱いした NHK らしい。やはり四国が嫌がる高市氏の忌避願望が根底にあるのだろうというふうに言われていますね。で、こちら連続して N スペの管理を見たいと思います。総裁ですね,ね、高市早苗を支持した戦略に、 安倍晋三元総理大臣。息打ちになればムードに流され、河野氏の一方的なワンサイドゲームになる危険性もあった。単純に保守派の主張をしっかりと述べる候補が注目を浴びる新しいスターが誕生する。それも女性候補であり、党にとっても日本にとっても大事なことだ。というふうに、このようなことを言われたようですね。で、こちら。総裁選で河野太郎が、石破茂と連合軍のような形で戦ったことについて、麻生太郎副総裁。河野氏はよくわかっておられないなと思いましたね。石破さんがついたら増える票もあるでしょうけど、 ヘル表もあるというそちらの読みができないとやっぱり選挙っていうのは難しいんだと思いますけどねというふうなことも言われていますね。でこちら岸田文雄総理に政策面での意見交換やアドバイスをしているのか。 安倍晋三元総理大臣、岸田総理の方から自民党の保守派あるいは党を支持している保守系の無党派層に対してその期待を裏切ることはないし、保守党たる自民党の舵をどちらかに切ろうということは考えていないという趣旨のお話はありました。というようなことを言われたんですね。本当ですかね。で、こちら。 8月31日夜、総裁選先送りで解散との毎日の配信は忘れられない。一気に菅首相は追い込まれた。N スペでそういう流れを作ろうとした人がいたんじゃないですか。解散権は私が持っている。全く話してないことを、あたかも事実みたいにわーっと書かれましたと菅氏。政権、多党記事を書き続け、常にフェイクで倒した。 新聞という,ふうに、えー、あついにですね続けついにフェイクで倒した新聞というようなことも言われていますねあれやばかったですよね私も衝撃しましたねあの時衝撃受けましたあの夜はで、えー、こちら MI2 さんもこのように紹介されていらっしゃいます8月31日夜総裁選挙を先送りして解散するという報道を駆け巡ったことについて 菅前総理大臣、そういう流れを作ろうとした人がいたんじゃないですかね。私は全く話していません。開催権は私が持っている、解散権は私が持っているわけですから、それを次の日、あたかも事実みたいにわーっと書かれましたから、というような、ここでも同じように紹介されていらっしゃいますね。で、えー、まだまだいきます。ここから、あちょっと、林外相関連を深掘りしたいと思います。数田さんのツイートです。 イギリス情報機関 MY5 が CCP の命を受けた女性の政界工作を暴露さまざまな名目で政党や議員にお金をばらまいていると政治家や著名人を欺き腐敗させ強制し共産党の目的を支持する発言や行動を取らせ封印を封じることを目指していると日本ではとっくに日常ですというふうに言われていましてこのツイートを引用されてこちら岸田政権とマスコミに共通する誤った認識がある 米中対立の狭間にいる日本だ。戦後秩序を破壊し力による一方的な現状変更を続け台湾そして日本に迫る四国を米中対立の視点でしか捉えさせない段階ですでに四国の工作は成功日本の俗国度は深刻イギリスには四国の工作を暴露するだけの力がまだあるというように言われていますね。で、ここののの…ね、本本当に日本のこの 国は深刻というふうに言われたのがちょっとドキッとするような言葉ですよね。でまだまだ見たいと思うんですがこちら加藤さんのついてです。日中友好議連会長に茂木派の小渕優子氏。同会長はこれまで田中派と江智会が交互に務めてきたつまり四国利権は両派がほぼ独占しかも友好議連と言いながら相手は国会議員ではなく CCP 幹部要するに 議連幹部は C 国に取り込まれている。このため、米政府はこの組織を非常に警戒しているというふうに解説されていらっしゃいまして、ねえ、これ、交互に勤めているって、これ事実であれば、かなり独占って感じですよね。ねえ、この日中友好議連っていうのは、林外相がもともと会長を務めておられた場所ですが、お今、小渕優子さんが会長を務めているってことですね。で、こちら。 日米首脳21日にテレビ会談、インド太平洋北ミサイルなど協議へというふうに、ついに21日夜にテレビ会談を行うというふうなことが出てきたんですが、対面ではないんですね、やっぱりね。で、えー、関連してこちら、日米同盟の強化など訴え、親中派林外相が日本記者クラブで会見、岸田政権イコール米中二股外交というイメージ腐食が狙いかと、こちらでは紹介されていらっしゃいます。林義政外相は13日、 日本記者クラブで会見を行った岸田首相は就任から3ヶ月以上過ぎたが同盟国米国のジョー・バイデン大統領との対面による首脳会談ができない時代が続いている新しい入り甘いの拡大とともに梅さんが岸田政権の外交姿勢に不信感を持っていると指摘される世界屈指の親中派として知られる林氏の発言が注目されたというふうに言われていますねはい。 日米首脳会談については、なるべく早く実現したいと述べ、調整を急ぐ考えを示したというふうに言われていまして、四国については、軍事力の拡大が透明性を欠いている。我が国周辺での軍事活動の活発化には強い懸念を持っている。主張すべきは主張して、責任ある行動を強く求めるなどと語ったというふうに言われているんですが、ねイメージ不足は狙いなんですかね。で、まだまだ行きたいと思います。こちら。廃止会社深掘りですね。廃止会社は言うべきことを言うと、 日本国内でポーズを取るだけでなく実際に四国側に言うべきだ言うべきだ本当に言えば四国側が口汚く反撃してくるからすぐ分かると島田陽一氏林さんどんどん立場がなくなっているぞというふうに言われていますねでこちら林外相の在日米軍がこういうこれの拡大の要因の一つ秋の党大会で 習近平総書記の三期目続投が決まるだろう。訪中はまだ何も決まったことがない。等の言葉。これらが国益にいかに打撃を与えているかご本人は分かっていないのだろう。岸田・林コンビで日米基軸に亀裂が入る悲劇というふうに言われていますね。で、もう一つこちら。林外相の講演会への勧誘で公選法、公務員の地位利用違反で副知事が辞職した山口県。だが公認副知事の県総合企画部長が 自身も講演会勧誘に関わったと発言し波紋、知事の任命責任をめぐり大騒動だが肝心の林氏への追及はなし親中だと何でも許してもらえるマスコミの不思議というこれ本当不思議ですよねいや皆さんとこうやってこういうニュース見てたら本当何、と恣意的なものがあるというか不思議で仕方ないことがたくさん起きてますよねでこちら 林外相の講演会への勧誘であ、先ほどの件を、加藤さんも触れておられまして、後認は気が、気がとが、気がとがめたのだろう。購入は気がとがめたのだろう。しかし、林への追求なしというように言われていますね。で、こちら。岸田首相と林外相が同盟国の米国から起機されている事実は相当深刻。 中国も直うう、直とか言って、極超音速ミサイルも日本から技術流出したと認識。特に外相就任直前まで日中友好議連会長を務めていた林氏に対するアメリカ側の疑念は深い。親の代から CCP と関係が深く、事実上敵と見ており、これでは日本外交は成立しないというふうに言われていますね。で、えー、林外相深掘り。 今日の国会内ですね。林大臣、現在、国際社会はパワーバランスの変化が加速化、複雑化し、日本を取り巻く安全保障環境も厳しさと不確実性を増している。国際社会の平和と繁栄を支えてきた自由、民主主義、人権、法の支配といった。 普遍的価値や国際秩序が厳しいいいい挑挑戦戦ににさらさらられれててる誰かかの挑戦ですすとううふうに言われていますね、はい、もちろん四国からというふうなことを意図して書かれていると思うんですがそれを林外相がおっしゃってるということがちょっとなんか <laughs> あれですねでこちらこちら勇敢富士編集局さんのツイートなんですが青山茂春議員は YouTube チャンネル青山,青山茂春チャンネル僕らの国会で 岸田総理、バイデン大統領はなぜ会わないか、11日配信として、親中派である林義正外相を起用したことで、米国が不信感を抱いていると激悪しました。というふうに、こちらで報道されていまして。で、こちら。 林芳正さんのことについて深掘りしたいと思うんですが青山茂治氏は有感不治の取材に語りましたバイデン政権は岸田首相がわざわざ日中友好議員連盟会長を外相にしたことに疑念を持っている林外相が訪中した際の振る舞いや C 国との特別な関係も把握している米国側は林外相は米国に深い人脈や信頼関係を築いていないという認識だというふうに言われていますねでこちら 三木慎一郎さんのついてですね。2019年10月に設立された日本アジア共同体文化協力機構の実定は市局のための財団法人です。日中国交正常化50周年関連事業支援として2022年度1年間にわたり日中若者大交流プロジェクトを推進する活動や日中経済人未来志向対話 SDGs や脱炭素,低炭素社会等環境問題への両国経済界の取り組み等を主催というふうに言われていまして、こちら代表理事会長福田康夫氏、また代表理事理事長宮本氏というふうな元在中国特命全権大使というふうに言われていますね。このように四国のための財団法人ですというふうに、三木慎一郎さんが教えてくださってますね。で、こちら。 安倍氏が日中関係のレッドラインに繰り返し触れる4つの理由と四国専門家というふうな記事が出ておりまして、これはレコードチャイナの記事なんですが、どういうことかと言いますと、こちらですね、安倍氏の一連の言動には、日中関係の敏感な分野に地雷を投下し、緊張状態を作り出し、既成事実によって岸田氏の姿勢を圧迫し、外交的な主導権を奪おうとしている。現在の日本の政治層の四国を制するという共通認識と世論の範疇 県中のの雰囲気ををを利用して岸田氏らに妥協を迫り自らの政治的地位を示す反中愛国を旗印に日本の保守右翼勢力を統合し個人の影響力を高める米国と歩調を合わせるという姿勢を明確にすることで岸田氏の焦りを煽り岸田氏が日米関係の処理をめぐって 自身に協力を求めるよう促すの4つの目的が潜んでいると主張したというふうに言われていまして、もう完全にこの C 国は岸田首相の味方みたいな感じになってますね <laughs>。もうなんかすごいですね。いや、信じられない事態だなと今感じますね。で、えー、高市さんがまたツイートされておられましたので紹介させてください。通常国会の召集日ですが、北朝鮮が今年4回目のミサイル発射、成長では 17時20分から安全保障調査会を開催しますトンガの大規模噴火による潮位上昇で寒い中を避難して不安の夜を過ごされた方船舶など被害を受けた方々にお見舞いを申し上げますというふうに言われていますねはい本当にこういうほっと岸田総理と林外相が今米国から心配されまくっている警戒されまくっている中で安倍元首相と岸田 あさまじゃなくて高市さんには頑張っていただきたいなというふうに本当に思っております皆さんもここまでいろいろ紹介させていただきましたがいかがだったでしょうかぜひ皆様のご意見などございましたら教えていただけましたら幸いでございますというわけでここから先はプレミアメンバーシップとメンバーシップレベルワンレベルツーの両方の皆様に向けてのコンテンツとなりますここから先のご視聴は概要欄からご視聴ください一般公開では扱いにくいような情報を扱いたいと思っておりますまた難しい情報なども慎重に扱いたいと思っております 概要欄から続きをご覧くださいというわけで、一般視聴もここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいのですが、本日大上です。本日もありがとうございました。チャンネル登録、いいね、クリック、コメント登録、お願いいたします。それではまた。全身サスタッフティーのつぶやき。というわけで、今日もつぶやいてみたいと思うんですが、もう今日で1月17日というわけで、1月も半分過ぎちゃいましたね。めちゃくちゃ早い。時間が過ぎるのが本当に早いです。<laughs> はい、毎日、えー、文化人関連の、この文化人2の関連のことを、 と関わらせていただいておりますがご視聴くださっている皆様本当にいつも感謝しております引き続き一生懸命頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた通信の通信最後はやっぱり面白い動画で終わりたいと思います本日はこちら はいというわけでいかがでしょうか <laughs> 必死すぎてかわいすぎますね <laughs> はい私もここに混じりますかわいていってくださいというわけで本日もありがとうございましたそれではまた